オーランド銃乱射事件とは2016年6月12日未明にアメリカ合衆国フロリダ州オーランドにあるゲイナイトクラブで発生した銃乱射事件。フロリダ州オーランドのゲイナイトクラブで男が AR-15 シリーズの自動小銃を乱射した後、店内に立てこもった。約3時間後にスワットが突入し男は射殺された。これにより 容疑者を含む50人が死亡し、53人が負傷した。これは、銃乱射事件の被害としては2007年のバージニア効果第銃乱射事件を超えて、アメリカの犯罪史上最悪となった。容疑者は、アフガニスタン系の両親を持つ、フロリダ州在住の男で、過激派との接触があったとして FBI により、事情聴取を受けたこともあった。男は、 犯行中の午前2時22分頃に警察に緊急通報した際、アイスセルに忠誠を誓う発言や2013年のボストンマラソン爆弾テロ事件への関与をほのめかす発言をしており、アイスセル系のサイトも、伊豆の選手が実行したと事実上の犯行声明を出している。さらに同ナイトクラブが同性愛者が多数集う場所で、日頃より男に、 同性愛者を嫌をする発言が目立っていたため、ヘイトクライムの可能性を男の両親や CNN が指摘している。容疑者の男はアフガニスタン系の両親を持ち、1986年にニューヨークで生まれ、フロリダ州、ホートピアスで育った。フロリダのインディアンリバー州立大学で刑事事件の科学関係に関する学位を取得した後、 警備会社 G4S に勤務し、富裕層が暮らす高級住宅街で、警備の仕事をしていた。2009年にネットで知り合った女性と結婚したが、選択が終わっていないなどの理由で、日常的にドメスティックバイオレンスを繰り返すなどして、数ヶ月で離婚した。その前後から、サウジアラビアのメッカに巡礼するなど、イスラム教への系統が強くなっていったという。また、 その後再婚して息子一人を設けた。父親によるとマイアミに彼が妻と子供と行った時に二人の男性がキスしているのを見たことに激怒しており宗教とは関係なく同性愛への嫌悪が背景になったのではないかと推測している。容疑者は襲撃したナイトクラブの常連客であったと報じられている。ミネソタで行われた追悼集会。 バラク・オバマ大統領は、セクシャルマイノリティが襲撃のターゲットとなったことについて、この犯行を、テロとヘイトの行為であると断罪した。2016年6月12日時点で、民主党の次期大統領候補となる、予定のヒラリー・クリントンと、共和党の次期大統領候補となる、予定のドナルド・トランプは両者とも犯行を批判する、声明を出している。安倍晋三首相は、 卑劣なテロは断じて許すことができない。強く非難する日本は米国国民と共にある。米国、米国国民に対して強い連帯の意を表明するとの声明を発表し、同様のメッセージをオーバーマ大統領へ当てた。歌手のシーアが2016年に発表したグレイテストはこのテロ事件の被害者へ対する追悼の歌ではないかと言われている。ありがとうございます。